月一スペシャルゲストレッスン。はい、皆さんこんにちは、高橋としみです。いい天気ですね。サザンヤードカントリークラブに来ております。今日もですね、スペシャルなゲストが来ておりますので、まずプロの方に登場していただきましょう。どうぞよろしくお願いします。では簡単に自己紹介お願いします。はい、大江香織です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ウムゴルフ初登場。初です。はい。大江さんといえば、はい、服部真由プロのコーチを今されてるんですよね。はい、この前見事優勝しまして、はい、ありがとうございます。本当に良かったですね。本当にもう私初めて知った時はなんか遡ってる5年ぐらい前なんですね。服部真由プロ、そんなに前から知り合いなんですね。そうなんですよ。プラマでご一緒させていただいて、はい、もうその時からアプローチップスでだったんですけれども、うんうんうん、もう左に変えて、ね、ちなみにどんなアドバイスされました？今、まあ、服部さんアプローチップスで左打ち、はい、アプローチやってるんですけど、そうですよね、もうそのあたりはもう私逆にノータッチで、あ、もう何も言ってないんですよ。そうなんですね。はい、その服部さんの感覚を大事にしてほしいから、はい、なんか聞かれたら答えようかなっていう感じで準備はしてるんですけど、はい、特に何も言わず、はい、私はメインでショットのスイングの方ですね。おー、はい、そっちの方を、はい、まあ、見させてもらって、じゃあもうそれがあって最近優勝できたという。いや、でも服部さんの努力のためだと思います。はい、はい、そしてさらに今日はですね、私にレッスンではなくてですね、スペシャルなゲストを呼んでおりますので登場していただきたいと思います。どうぞ。わー、おはようございます。自己紹介お願いします。山本道場の山本誠司です。よろしくお願いします。山本パパ。山本道場の千里です。よろしくお願いします。里ちゃん。山本道場の樹です。よろしくお願いします。樹ちゃん、ありがとうございます。今日リベンジなかったですか？今日はリベンジもさせていただきます。あ、この後皆さん楽しみにしていただいて、はい、で今日はですね、なんと樹ちゃんと千里ちゃんにおいプロからレッスンしていただきたいなと。ありがとうございます。今回ね、はい、本当に私がアドバイスしてるとブチ切れるんですよ。いや、ブチ切れるはマジでいいっす、ね。ほんまそんなにはほんまにこう言えなくて、今回の機会、はい、本当にありがたく思っております。よろしくお願いします。こちらこそ。ブチ切れることはないと思うんでその辺はちょっと分かってると思うんで、ブチ切れるのは外にだけで。今日はですね、まず3ホールはですね、お二人にラウンドしていただきまして、大江プロからお二人がここを直した方がいいんじゃないかとか、はい、逆にお二人から、ね、アドバイス聞きたいところもいろいろ質問していただいて、はい、で最後の3ホールは3人で回っていただきたいなと思います。、はいはい、では早速やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、こちらアウト1番ホール497ヤードのパー5です。ちなみに山本パパはなんか2人になんかこういうアドバイスしてほしいなとかありますか？景色とかに負けたりして力が入ることがあるので、こういう時は力が何で入るかって言ったら、こういう景色の時はこうとかっていうプロなりの目線があればすごいありがたいなと。緊張してる。ほんまな、サンホールさ見るんかと思ったからさ、私らが見てもらう方やと思えんかったから、ごめんな、裏切るようではあるけど私分かってた。ごめん、賛同できん。やっぱプロに見られるっていうのは、そうですね、なんかいい格好しちゃいそう。いや、間違いない。これちょっとこれじゃ無理だよとか言われても、そんなことを言うのはないと思うけど、どういうのを想像、どういうの想像してるのかは知らんけど、左のバンカーは避けたいですよね。うんうん、よろしくお願いします。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 面白いところです。マリアちゃん、めっちゃ嫌いしておりますね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おー、ナイスショット。高いですね、ちょっとちゃん球が。もう今ここで聞いてもいいですか？はい、はい、
240、30ぐらいキャリーがあるんですよ。はい。で今もあのピンまで220ぐらいしかなかったんですよ。うん、で3番ウッドがだいたい220とかで、うん、3番ウッドとかに下ろこのホール？はい。このホールに関してだったら、それはないかな。やっぱりドライバーで打っていくかな。あのそんなに正直、はい、フェアウェイ狭くはないんだよね。はい、これぐらいの幅だったら。まあ OB もないし、はい、絶対気をつけたいのは左のバンカーだけじゃないですか。はい、ここでちょっとスプーンとか使っちゃうと、まあ、逆に3打目の距離も残るし、まあ、バーディーチャンスにつける確率も少なくなってくるから、ここは、フェアウェイに。じゃあもうちょっと右に打ったりとかってして。そうそう、これ行っちゃいけない、絶対行っちゃいけないのも左のバンカーって。もうやっぱりこのロケーション見てはっきり分かるから、はい、左にだけは行かないようにスイングするとか。もう一回言ってもいいですか。ちょっとなんか思いっきり、よかったらね、アドバイスをもらいながら。上で。おー、ナイショー。よいしょ。ありがとうございます。いいですね。うん、あ、最高ですね。木も越えていくので確かに。次はこれします。下狙えますか、こういう時って。もうこっち、うん、これはね絶対狙わない。ちょっと厳しいね。やっぱり確実にフェアウェイに戻したいですね。3打目距離残っても仕方ないですよね。お、ちょっと右、うん、左に晴れましたね。あれも、うん、距離が欲しいっていう気持ちと、刻まないといけないっていうのがあるから奥へオーバーしちゃう。ここに刻むんだったらもっとバント落とすか、あれしたらいいけど、とにかく刻まないといけないっていうのが、もったいないことしたんだったらゴルファーはどうしても頭にあるんで、ちょっとオーブなっちゃう。お、いいですね。安牌。おー、ナイスナイスナイスです。結果オーライになってしまった。うん、結果オーライになった。今の2打目さ、バンカーからの、はい、あれ、打ちすぎちゃったのか、はい、狙い通り打って、このラフ入っちゃったのか。はい、狙い通り打って、これぐらいでこの辺っていうイメージやったんですけど、ちょっと思ったよりも、やっぱり本当はあそこからでも、はい、まあ、なんとなくだけどちょっと横から見て、はい、補足じゃないけど、はい、距離測った方が良かったね、はい、フェアウェイまで、うん、これでね、こっから3打目打つのと、はい、そうですよね、あのラフから3打目打つのじゃね全然違うから、こういうのが結構、はい、後で1打2打変わってくるから、はい、うん、本当はねアイアンですね、刻みですね、多分3番アイアンか4番アイアン、うんうん、いや刻まないでしょ。あ、本当ですか？行くのが行ってほしい。おお、行け。お、あ、惜しい。惜しい。ナイストライです。ありがとうございます。言った通りでしょ。狙いに行く。うん、いや、でもナイストライです。今惜しかったですね。今のロケーションも左側は広いんですよ。はい、バンカーもないし、だから。右には行きたくなかったじゃん、はい、でも右に行っちゃってバンカーに捕まっちゃったから、やっぱりここもはっきりこう絶対に行っちゃいけないサイドを決めといて、はい、ショットできればよかったかなと思います、はい、クラブは何番ですか？なんかいつもこういう75で迷うんですけど、うんうん、58をフルショットした時に75ヤード届くかなっていうぐらいなんですけど、うんうんうん、はい、いつもちょっとショートしてしまうというか、うん、そういう時はもう52度で緩く打つ感じの方が、58で多分平らなところでフルショットして75って感じですね、はいはい、そうです。やっぱりこういうとこって足場も悪いし、これなんなら左足すごい上がってて、はい、上に飛びやすいから距離が出にくいんだよね、はいはい、だからやっぱり本来の飛距離は出にくいから、はい、そういう時は1個大きい番手で、はい、あの合わせた方がいいと思います、うん、ありがとうございます。
いいですね。お、うん、ナイス。ありがとうございます。うん、バディパッド出ますね。うん、いつもああいう70前後ぐらいが迷って、で58でピンまで打って、あんまりこう転がらない球をっていう風な想像するんですけど、いつもちょっとショートで、なんか52度使うの迷ってたんで、もう52度しか使わないです。バンカーっていつもそういう感じで打ってる？長い時はそうやって打ってます。短い時はもうちょっと開いたりとか。うん、あ、なるほどね。今の開いてもいいと思うんだよね。ちょっと潜ったでしょ。はい。うん、ちなみにどうやって？いや、もう普通に何もいじらずに打ちました。このなんていうんですか、開いたりとかもせずに。これね、多分もうちょっと開いて、はい、キャリーをグリーンに落としてスピンかけた方が確率は高い。よる確率は。分かりました。で、はい、開いた分やっぱ上に飛ぶし、はい、距離が出にくくなるから、はい、もうちょっと大きく振って一回構えてもらっていい？はい。うん、でね、もうちょっと短く持った方がいいね。うん、もう少しかな、もう少し短くて、うん、手元下げて、うん、それでちょっと思いっきりヘッドスピード上げながら、はい、そう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 、これでもうちょっと距離が出れば、はい、こうやってキャリーでグリーン面落とした方が、やっぱ最初の跳ね方がね、計算しやすいから、そういう寄せ方の方がいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。バディパッド、いけ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 、ナイスバディ。ありがとうございます。ナイスバーディー。ナイスバーディー。うまい。バーディーパット。いけ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 。ナイスバーディー。パター得意でしょ。結構好きです。だよね。はい、いいストロークしてるの。本当ですか。うん。すごい綺麗。ありがとうございます。ということで、1ホールパー5、お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと山本パパも嫌なホールだなってずっとおっしゃっていて。めっちゃ嫌ですよね、あの1番ね。はい、もうこんなにバンカーがありますって出て、はい、じゃあ右と思ったら右打つとこないですもんね。狭かったですね。だから手前かどうするかと思ったら、うん、まあ大江プロが、いやいや、別に狭くないんで。打っとけばかっちょいいと思って。狭いは狭いんですけど、まあいけるっちゃいけるかなって思っちゃって、ね、はい、まあプロのトーナメントとかなって、特にメジャーの大会とかになると、うん、もっとフェアウェイ絞ってきたり、うん、もっと狭い方が結構あるので、うん、やっぱりそういう時のためにもね、うん、積極的に、うん、まあドライバーで狙う練習をしていった方がいいと思います。うん、頑張りました。あと2ホールありますので、ね、続きましてこちら376ヤードのパー4です。左出すよね。右が木が出てる。あ、でも右も1個バンカー見えますね。うん、あれ超えるのかな。おー、ナイスショー。ありがとうございます。おー、ナイスショー。ありがとうございます。おー、ナイスです。よっしゃー。一番いいとこ、うん、旗に向かってきましたね。うん、よっしゃ、ありがとうございます。
うん、ナイスです。安パイやね。お二人ともいいところですね。ほんまに最初いいじゃないですか。ありがとうございます。なんかミスしてほしい感じ。ミスしてほしい。おー、綺麗。おおー、ナイスオン。ナイスオン。おー、ここまで。ナイスオン。お前、トシに倒す時に置いとけよ。ちょっと待ってください。絶対レディースピーに回ろう。ちょっと、ちさとちゃんがパワーアップしている。ちょっとなんか、ちょっと違うよ。ね。これぐらいフォローの時って何パッてぐらい落としますか？うんうん、私フォローはあんまり落とさない。あ、そうなんですか。っていうのが、はい、結構さ、フォローってこう、なんだろう、上から叩き落とされるっていうか、はい、それだって意外とキャリー出なかったりするじゃん、はいはいはい、だからまあ見ても一番手とかかな、うん、二番手落とすことはないかも。そうなんです、うん。フライヤーしたかな、うん、これからの季節はもうラフもすごいですからね。ラフって打てるとフライヤーが出るし、うん、打てないと飛ばないじゃないですか。そうですね、はい、うん、フライヤーする方は上手い方のイメージがあります。あの、ね、ちゃんと入るとフライヤーするんです。だから、あの、上手い人っていうよりか、うん、例えば調子が良かったりとか、うん、今日調子がいいなっていうと多分フライヤーします。そうなんですか、うん、仲いいですよね、二人ね。まあ、喧嘩もしますけど。あ、本当ですか。聞いてくださいよ、こないだ、はい、ものすごい喧嘩があったんで、家で。そう、二人が、なんか細かいことね、もうその言い合いが、もうね、400字ずつぐらいの言い合いを一個もかまんとするんですよ、うん、うん、ナイスタッチ、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、聞いてますよ。惜しかったらオンラインだったんです。いいんですよ。400字ぐらいの文句を、400字ぐらいの文句を、ありがとうございます。400字ぐらいの文句をバッと一字も噛まないで、あ、すごいですね。それで、あ、もうこいつらで喧嘩できんと自分思いました。これはもう山本パパに来たわけじゃないですね。400字、もう全然双方でね。その後3分ぐらいで仲直りしてました。あ、いいですね、うん。これね、多分入ると思います。うまい。いやー、あー、惜しい。めっちゃ曲がる。パター打つとき膝ほとんど曲げないんですね。曲げないですね。なんかね、うん、あいつボクシング行ってる時も、うん、もっと曲げてって言うんですけど、うん、伸ばしたままで、もう伸ばしたままでパンチが強いから会長はもうそれでいいって言ってました、うん、あ、本当ですか。面白くねえな。ヤジ、ヤジ飛んできました。ねえわ。ちょっと一瞬危ないかと思った。ヤジ飛んできたね。聞こえてないみたい。あ、だ。聞こえてない。声がガラガラ。聞こえてるやん。声がガラガラで聞こえて。待って、大丈夫かな。大丈夫かな。ちょっと出た。いや、ちょっと出ちゃった。うん、暫定球打ちます。残ってる。右だけど大丈夫かな。多
多分残ってそうな感じでした。いすきちゃんはよくああいう球出る？そうですね、最近左に打ちって感じで、はい、なんかそれ2球目は多分それ嫌がってあれだけ抜けてきた、はい、あれはちょっとまあスイングっていうか、はい、スイングっていうかやっぱりフェース面かな、うん、やっぱりちょっとかぶせ気味で上げるじゃん、はい、やっぱりかぶりすぎちゃって入るとああいう風に打てるし、それが今度ちょっとかぶせるの嫌がって開いてあげるとこの右っちゃうっていうのがあるから、なるべくこうフェース面をそんなにスクエアにしてスイングできると、まあそういう、ああなるほど、うん、なくなってくるかなと思うんだけど、打ってる？だったら、うん、打ってみてください。ちょっと私もいいですか、うん、これ2つ持ってきてるじゃないですかうん、うん、で302ヤードやから、うん、この選択もありかなって来てる中、うん、まあドライバーで決めて打ったけど、ちょっとスポンでもいいのかなと思いながらドライバー打ったん違うかなっていう気がして、あ、それはそれはない、うん、外れとるやん、親父のこと正直に言って、お前おい、カット今もうしゃべんなそれめっちゃアップロイ、ちょっと下がってくださいもうこれ完全にもう、はい、構えてなくて、はい、でもスイングの全体のプレーンとかもあるから、はい、あのまあ、フェース面だけで直すの今すぐに直すのは難しいんだけど、はい、例えば構えてもらって、はい、ね、腰シャフトが地面と平行になるところまで上げてもらっていい、この辺、そう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 、この時にフェース面がちょっと下向きすぎるのね、はい、こうするとシャットになってるから、だいたい自分の前傾角度と同じぐらいの向きになるように、ここ目指して上げていくようにするとかぶせすぎることはなくなると思う。よっしょー、ありがとうございます。あ、なるほど、うん、ナイス、おー、すごい飛んでる。例えば、すっごい狭いコースがあったとして、うん、なんかこっち嫌だな、あっち嫌だなって考えることってあります？やっぱり嫌だなって思うとスイングもぎこちなくなっちゃうじゃん、はい、リズムも悪くなるし、正直フェアウェイに行けばいい話じゃん、はいはい、だからもうフェアウェイしか見ないとか、あとはもうリズムだけ気をつけるとか、はい、そういう練習をするんですか、うん、その練習もするし、本番でもそういうの意識してやってたかな、はい、じゃあ基本もう見ないようにてるっていう感じですか。やっぱり見ない方がいいじゃないかなって私は思う、うんはい、うん、確かになんちゅうところに行くね、何番アイアンぐらい持ちますこういう時って。これ迷っちゃうね。でも、はい、まあ、あの手前の土手越えて、はい、でも上がりすぎると枝あるから、できるだけチョンって出せるクラブ持ちますか。クラブの方がいいと思う。うん、うん、ナイスアウト、ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。フェアウェイ真ん中、絶対決め当たったもんな今まで。これはやばいよ。あ、よかった。これ難しい。短い？いいんじゃない？ちょっと手前かな、うん、どうだろう。そう、感じ、ナイスナイス。全然変わってない。転がってたんで。いい音。多分これはいい。あ、うん。止まって止まって。良さそう。うん、ナイス。いい入り。え、こういう時って、うん、ピンまで打って行く感じですか。うん、やっぱり58は止まりやすいし、はい、でフルショットの距離だったじゃん。やっぱフルで打った方がよりスピンも入るから、はい、もうピンまでデッドで狙ってもよっていいと思う。うん、わあ、なんかすごい、こんな風になってるんだ。なんてグリーンだ。
さんのグリーン の、うん、あのなんていうんですか、こうラインの読み方とかってどういう、うん、結構ライン読むのが苦手で、本当打ったら、うん、逆みたいなこととか、うん、割とあって難しいよね。でもやっぱりね、通りそうなところの近くをよく見て歩くっていうのは大事かもしれないね、はい、でちょっと足で傾斜を感じる、あ、うん、目だとね錯覚そうですよ、ね、されることが多いから、足の裏で傾斜感じて、はい、あとやっぱり弱くなってくると傾斜の影響を大きく受けるじゃん、うん、だからやっぱりカップ周りの傾斜を重要視してるかも。わかりました、うん、ありがとうございます。あーちょっと大きい、ちょっと強いか、ラインが逆やな。お、いいよ、いいよ、あー惜しい、惜しい、オンラインでしたね。あー、いもんなよ。いや、いもってへんねん、いもくらっとんねん、こっからいもるってのビビるビビる、あ、初めて聞いた。いや、あの、あいつが考え出した。いや、私が考えたんちゃうわ。なんかビビってるの芋引いてるとかって言うじゃん。いやなんか言わないす、いや、そうですね、芋引いてるとこだったらもしかしたら。もう、え、はい、サンホール暑い中お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで実際にあの大江さんに見てもらったんですけども、いかがですか、お二人のプレーは。やっぱり二人とも、うん、あ、しっかりしてますね、ゴルフが、うん、とても良かったと思います。はい、千里ちゃんどうですか。いや、なんか結構普段よりいい方で、うん、なんかちょっとリラックスしてできて、いろいろ聞くとこ聞けてすごい勉強になってます、うん、よかったです。あれ言えへんの。あれ3つともいけたなって言ってたの。あれは頑張ったらいけたなと思ってるけど、3つともっていうのは3つともバーディー3アンダーでいけたなっていう。そうそうそう、これ裏の話全部あの山本パパに暴露されるんで後でちょっともうひょいっといつきちゃんやってみてどうですか。そうですね、今ちょっと問題だなと思ってるところが全部出たので、うんうん、逆にもう安心してます私は、はい、いいですね。もう聞きたいなって思ってたところ、うん、自分で勝手にしてくれたので、もう、はいはい、もうすごい勉強になってます今も。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後に山本パパ、あ、何かあの話したそうだったので、市民が相手になってくださいまして私も惚られっぱなしなんで、今年もありがとうございます。とんでもない、はい、いや、もういろいろと、はい、あの本当に悪いところがね、はい、出てですぐアドバイスしてもらったら、うん、もう私が言うのとは違って、はい、素直に聞いてすぐいい球が出た、これはもうお宝でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この後ですね、サンホールあの3人でラウンドしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てください。